ガオちゃんの西成チャンネル。暑いです、しっかり夏目ですけども、はい、夏ということでちょっとね冷たい麺食べたいということで、こちらよく来させてもらってるこの西成の餃子屋さんという中華なんですけども、ここのねトマト麺がねこの前食べてめちゃくちゃうまかったんで、今日もちょっとねちょっと食べて気持ち高めたいと思います。夏の気持ち特に高めていきたいと思います。西成チャンネル。トマト麺前めちゃくちゃうまかったんで、大盛りで麺が、唐揚げ1個いいですか。中華冷麺とかね、韓国冷麺とかトマト麺とかあっていろいろあるんです。この前食べたトマト麺が激うまやったんで食べたいと思います。で、唐揚げも好きなんで唐揚げ1個と、他にもね雪見あんかけチャーハンとか天津飯とかね、キムチ鍋とかうまいのいっぱいあるんですけど、楽しみです。西成チャンネル。来ました。トマト麺でございます。大盛りです。ありがとうございます。やばいでしょこれ。ちょっと唐揚げも1個で頼んで、きゅうり、わかめ、卵で、ナッツ的ななんかでトマトたっぷりでえぐいっす。で、麺が2玉いかしてもらいました。で、このスープもねめちゃくちゃ美味しいんですよ。ではいただきたいと思います。スープがねめっちゃうまいんですよ。ね、トマッティーな感じで深みあるの。ちょっとね前半こんなに徐々に混ぜながら、麺がまたうまい、混ぜながら、うまい、気持ちいいね、すっきり。冷たさも絶妙です。めちゃくちゃうまい。激うまいです。ありがとう。このスープもめっちゃうまいですね。トマトのスープ、はい、トマトスープ冷製パスタみたいな、はい、なんかおいしい。ちょっとね洋風の感じもある。そうそう、オリーブオイルもある。これはたまりません。唐揚げもうまいんで、料理どんどんおすすめさんにも紹介したい。まあ、これですか。うん、用意どんに触れたことあるみたいで、唐揚げもいただきます。唐揚げも大好きでございます。うわ、雲がな。これって夏限定ですか。夏限定やね。やっぱり夏限定です。まあ、もう俺になったらやめるし、ね、今だけですね。唐揚げがまた衣から何か全部うまい。これ食べてるだけでね涼しい。夏バテ防止。夏は特にトマト美味しいですね。スープが結構やみつきなのトマトのスープ。すいません、いつもありがとうございます。ちょっと獣も、この獣がね激うまでございますので、うまい。きゅうり、なす、大根、これなんか、なんかこれだけでいけてまいります。たまりません。
ね、飲みつきなんで。あ、うまい。西成チャンネル。ロス入れます。ナッツみたいな。くるみ、あ、これが効きますね。くるみが。です。美味しかったです。夏限定の美味しかったです。漬物も最高でした。お腹パンパンになりました。トマト麺、夏限定トマト麺ですね。じゃこれまたパワー入りましたね。夏なんとかこれで乗り切れそうです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。西成チャンネル。ごちそうさまでした。餃子屋さんの、トマト麺でございました。夏限定で麺も美味しくてね、トマトと、卵、きゅうり、わかめでくるみも入って、それガーって混ぜて、もう夏のこの暑いシーズンには絶妙の麺で、スープのね、なんかトマトのね、なんていうか洋風といいますか、深みのあるなんかね、あのつゆが結構癖になりますんで、ね、唐揚げとかチャーハンとかもありますんで、ぜひ入れてます。まあ気持ち高まりました。気持ちの高まりをね、感じざるを得ないございます。夏はね、青じそ餃子とかね、こういうメニューもいっぱいあるんで、ほんまにね、美味しいメニューがいっぱいあるんで、いつも絞りきれないんですけど、今日はトマト麺のちょっとね、ぜひとも夏限定であれしたかったんで。いや、なかなかええ空ですわ。もうちょっとね、夏の気持ちの高まりをね、どうしても感じたかったので、なんか夏始まったなって、ほんまに夏始まったなって感じしますね。では、まあ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 、夏の空やね。はい、テンション上がります。なんかね、田舎とか行きたいですね。夏大好きなんで、冬はちょっとね、苦手なんですけど、夏ほんまに大好きなんで、なんとか、夏にしたいなと思っております。ごちそうさまでした。ありがとうございました。西成、西成、西成チャンネル。